第15代つくば観光大使です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。おはようございます。観光コンベンション協会でございます。はい、今回第15代つくば観光大使の皆様が決定いたしましたので、お披露目を兼ねまして、表敬ともに参上したいと思います。はい、表面的に綺麗なところを紹介するとかばっかりじゃなくて、なんか実際に皆さんにも現場を見てもらったりしてね、それこそ山で今何が起きてるかっていうのを分かった上で、ね、ガイドをしたりするのと違うと思いますので、現在つくば観光大使の活動は、はい、SNS での活動、あの情報発信がメインの活動になっているんですけれども、お母さんがねすごく元気だったり笑顔だと子供が元気になって社会もすごい町も活性化すると思っているので、引き続き活動の中でそういったことを、ね、伝えて、つくばのお母さんたちを女性を元気にしていきたいなって思ってますね。自転車に乗せて、はい、あの公園巡りを土日をしているような形です。でそういった視点からもやはりあの子連れのスポットのご案内だったりですとか、SNS を通じて、あの情報発信もしていきたいと思っております。まあ、特に SNS を使った PR をしていきたいなと思っていまして、距離が近いような存在、距離が近い、ような存在、会える観光大使。あ、そうですね、そうですね。はい、本当にこんなに美味しいとか、こうしたらもっとうまいっていうのを畑からお届けしたいと思ってまして、私は畑レポート、長靴の大使として長靴大使やっていきたいと思います。ぜひぜひそれぞれご活躍をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはい、第15代つくば観光大使を務めます森本由紀子と申します。観光大使を務めて今年で3年目になります。引き続き大好きなつくばを盛り上げていけるように、後悔のないように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。広木あさみと申します。私は笑顔で楽しむことで活動を通じてお母さんと町を元気にしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。新しく第15代つくば観光大使を務めます井上美久と申します。私自身2歳の息子がおりまして、つくば市で子育てをしております。小さなお子様連れでも楽しめるような子連れスポットなどを紹介できたらと思っております。よろしくお願いいたします。吉澤えねと申します。人と人のつながりを大切にしながら新しい形の PR をしていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。宮崎えみと申します。私はお弁当事業でつくばで起業いたしました。つくばで好きなことをして生きていけるということ、そして食と農業の魅力をどんどん紹介していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。第15代つくば観光大使です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。